問してもいいですか？もちろんだ、ベッキー・ブラックベル。歴史の授業で難しいところがあったかな？はい、この前の授業でわからないところがあって。どこがわからないのかね？そこはだな、この前の授業難しかった。でも歴史のテストは次男の心を読めばいい点取れる。よくわかりました。ありがとうございます、先生。歴史は時に難しく思えるかもしれないが、人の積み重ねを理解することが学びになる。学べば学ぶほど自らの助けとなるはずだ。精進するように。自らの助け。あ、アーニャが勉強頑張れば父の任務のお手伝いいっぱいできる。アーニャ勉強頑張る。ステラを取るために努力しているようだが、目標とする人物はいるのかね？ロイド・フォージャーか。確かに素晴らしいエレガンスの持ち主だな。目標があるのならば常に努力を怠らぬことだ。精進するのだぞ、アーニャ・フォージャー。ういアーニャ頑張ります。勉強し、アーニャ最近勉強頑張ってる。テストがこの点数でもか、アーニャ・フォージャー。ガーン。だが前回よりは確実に点数を伸ばしておるな。これからも励むように。うい。今日も一日エレガントな日であった。先生さようなら。気をつけて帰るように。帰ったら宿題をするのも忘れるでないぞ。うい頑張ります、先生。今日の補習ご苦労だったな。どうだね、フォージャー、勉強はついていけそうか？アーニャが本気出せば補習余裕。これから1週間補習授業が続くが、わしのフォローはいらないようだな。しまった、1週間続くの忘れてた。やっぱりアーニャ補習嫌い。おお、そうか。なら補習授業でわからない部分があれば私が教えてやろう。今からでも。スパイアニメ見るから帰ります。では先日行った歴史の小テストを返却するぞ。名前を呼ばれたら取りに来るように。はあ、テストの結果不安だね。アーニャちゃんは自信ある？問題ない。アーニャ最近勉強頑張ってる。アーニャ・フォージャー、13点、ノットエレガント。放課後補習だ。教室に残るように。アーニャの心砕けた。元気出して、アーニャちゃん。私も勉強手伝ってあげるわ。ありがとう、ベッキして。アーニャだけ補習？フォージャーだけ小テストの点が芳しくなかったからだ。でもアーニャ出来事を覚えるとか計算とか苦手。苦手でもいつかはできるようになる。計算は反復練習、出来事は関連付けて。という勉強方法があるのだ。どうだ、わかったか？あ、
ノットエレガント。全然聞いてないではないか。さては寝ていたな、フォージャー。ふわー。あ、アーニャちゃん、気にすることないよ。次頑張ろう。報酬とか。さすがです、ダミアン様。勉強だけじゃなくモノマネも得意なんて。アホっぽいところがそっくりです。今日も一日頑張った。早く帰ってココア飲みたい。こら、どこへ行く、フォージャー。これから補習だ。ガーン、そういやアーニャ、今日補習だった。え、あんなにショック受けてたのに補習のこと忘れてたの？さあ、さっさと帰ろうぜ。俺たちは補習なんてないしな。はい、ですね。何よあいつら、いちいちバカにして。とがきね。でも大丈夫よ、アーニャちゃん。補習受けて次のテストで見返してやりましょ。アーニャちゃんならできるって私信じてるもの。ベッキー、それじゃ補習頑張ってね。またね、アーニャちゃん。ベッキー、もう帰っちゃう。アーニャ、フォージャー、そろそろ補習を始めるぞ。アーニャも帰りたい。であるから、この時王権が。補習さっぱりだけど、アーニャいいこと気づいた。先生の心読んで早く終わらせる。何を笑ってる、アーニャ・フォージャー。おかしなことがあったかね。授業を思い出してたです。おお、さぞ面白い授業だったのだな。しかし今は補習中だ。罰としてフォージャーには追加で課題を出す。さて続きだが、この年には。お腹すいた。今日のご飯なんだろう。早く帰って父のご飯食べたい。となるわけだが、聞いているか、アーニャ・フォージャー。あの雲ハンバーグみたい。何のための補習授業だと思っている。罰としてさらに課題追加とする。うん、どうした、アーニャ・フォージャー。勉強わからないところある。自ら教えを請おうとするその姿勢、ベリーエレガントだ。どれ、私が分かる範囲なら教えてやろう。この数字が分からない。ふん、これは分数か。この問題はこの数式を使ってと、こうなるわけだ。つまり回答はもう分かったかね。わかった。3分の3。全然わかってない。だ、こっちがこうなって。ん、アーニャ・フォージャー、自ら勉学に励むとは良い心がけだ。ふんふん。集中のあまり聞こえていないようだな。感心だ。ん、これはキリンか。自習とはいえ数学用のノートに落書きは感心せぬな、ミス・フォージャー。ごめんなさい。ん、しっかり勉強に集中しなさい。うい。フォージャー、これから下校かね。バスに乗って帰ります。そうか、
イーデン校の生徒らしく騒がずに気をつけて帰るように。うい、先生さよなら。やよ、学校は何をする場所か知っているかね。学校は勉強する場所。その通りだ。しかし授業で居眠りをしていた生徒がいるそうだが、心当たりはあるかね、アーニャ・フォージャーよ。あ、まさかこの間の居眠り。アーニャ、知らない。もっとエレガント。嘘は感心せんぞ、アーニャ・フォージャー。罰として居眠りの分の宿題を追加とする。ガーン。もう学校はどうかね。初めは怖かったけど今は大丈夫な気がするな。それは何よりである。何かあれば私に相談するように。うい、ありがとう先生。ヒントは仲良くしておるか。ベッキーいいやつ。そうか、共に勉学に励み時にはライバルとなり刺激し合う。友人と過ごした時間は何者にも変えられないエレガントなものだ。ほう、勉強ば。アーニャ・フォージャーよ、どうしてテストで良い点数を取れないのか考えた。アーニャ、よくわからない。できない原因を考えることも勉強のうちだ、フォージャーよ。うい、アーニャ、真剣に考える。考えるんだっけ。獲得して。勉強うまくならない。深刻な面持ちでどうした、フォージャーよ。あ、先生、アーニャ今考え事している。考え事か。どれ、私にも話してみろ。解決策があるかもしれんぞ。アーニャ、勉強頑張ってる。でも、テスト、良くならない。焦りは禁物だ、フォージャーよ。コツコツと勤勉に励み、いかに自分にとっての糧とするか。つまり、諦めずに努力し続けることが重要なのだ。その姿勢、実にエレガント。引き続き励みたまえ、フォージャーよ。はあ、今度のテスト不安だね、アーニャちゃん。ベッキー、テストに備えてアーニャと勉強会しろ。あら、楽しそう。もちろんいいわよ。次男も誘いたい。なんであんなやつ。みんなと勉強会すればみんなの得意科目わかる。次男とも仲良くなれて世界が平和に。もしかしてアーニャちゃん、勉強会を口実にダミアンとの仲を深めたいのね。お前ら何二人で盛り上がっちゃってんの。テストも近いってのに勉強してんすかね、こいつら。次男、アーニャとベッキーの勉強会に来い。はあ？俺たちとお前らで？なんだってそんなこと。みんなでやれば満点間違いなし。いや無理だろ、特にお前が。ガーン。みんなで勉強した方が教え合ったりできるし効率がいいでしょ。くだらね、お前らに教えてもらうことなんか俺にはないね。
次男、こないだの国語のテスト50点だった。 うるさい、あれはたまたまだ。次男、アーニャが教えてやる。ふざけんな、俺より悪い点数取ってたくせに。何の騒ぎかね。校内では静かにしたまえ諸君。あの、勉強会よ。おお、勉強会か。それは関心、実にアメイジングな提案だ、ミス・フォージャー。みんなで勉強しようって言ってるのに、ダミアンが嫌がるんです。そうなのかね、ミスター・デズモンド。だって、こいつらと勉強したって無駄だと思うかね。だが人に教えることで自らも学べることは多いのだぞ。なるほど。じゃあ、まあ少しくらいなら。次男、いがみ合っていた者同士が歩み寄る、実にブリリアントな光景だ。やったね、アーニャちゃん。アーニャちゃんの思いダミアンに伝わったよね。あ、てめえ何言ってんだ。お前らなんかの頼みなんて誰が聞くか。そうだそうだ、調子に乗るな。何よ、なんであんたたちにそんな風に言われなきゃいけないのよ。もう行こう、アーニャちゃん。こんな奴らといてもバカが映るだけよ。ブリリアントな光景でもないかも。アーニャ、一人で勉強頑張るしかないのか。